ロッキード社が F-35 戦闘機ブロック4でのアップグレードリストを発表したとの情報をキャッチしました。今回は F-35 戦闘機ブロック4を詳しく見ていきますね。なんと、処理能力が25倍へと劇的変化をしています。生まれ変わるというか、化身へ。搭載兵器も増大です。アメリカの軍需航空企業大手のロッキード・マーチン社が中核となって開発を行った、いわゆる第5世代戦闘機と呼ばれる範疇に属する F-35 ライトニングには、2022年現在ブロック4と呼ばれる機能追加の最中に置かれている。これは、F-35 ライトニング2の機関となるアビオニクス類、各種の兵装、及び、その胴体内ウェポンウェイへの搭載等を意味し、戦場認識率のさらなる向上をもたらすことで、飛躍的に打撃力や汎用性を高めることに寄与することになるだろう。ことに注目が注がれているのは、空中にて発射されるタイプの無人航空機 UAV との連携性能の獲得であり、複数回の繰り返しでの使用が可能な無人航空機 UAV を完成することで、作戦範囲、領域の大幅な増加が見込まれている。ただし、F-35 ライトニング2のブロック4は、項目の総数で66機にも及ぶ新機能が実装されることが予定されており、少数ずつのソフトウェアプログラムの更新が必要な上、それらの開発が当初の想定よりも遅延している。そのため、もともと、この F-35 ライトニング2のブロック4は、2024年頃までに開発完了が見込まれていたものの、現在の2022年の進捗状況から鑑みるに、そのスケジュールでの実施は絶望的で、計画の正確な完了時期もまだ見えていない。F-35 ライトニング2のブロック4への更新は、今のところ、全体の8割は、ソフトウェアの上書きによって実施することが可能とされており、半年に1回のこれらによって、比較的容易に、その新機能の実装を行うことが予期されている。ただし、アビオニクスの機関部の換装や、操縦席の表示機器、兵装搭載量の増加を実現するためには、最終的に、重整備拠点たる F-35 ライトニング2専用の MRO&U、国際整備拠点での物理的な作業が必要となってくる。日本でも航空自衛隊では F-35 ライトニング2の通常滑走路使用の A 型を105機、短距離離陸、垂直離陸が可能な航空母艦化する護衛艦、いずも、加賀用の B 型42機を調達途上にあり、こうした重整備拠点が鍵になる。だが、日本においては、三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が、この F-35 ライトニング2の MRO&U、国際整備拠点として、アメリカ国防省から定められており、必要な重整備を自国内で行う体制を保持している。この MRO&U、国際整備拠点に指定されている。三菱重工業者の名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場は、これ、以前から F-35 ライトニング2の FACO、最終組み立て、検査施設でもあり、世界的に見ても、稀有な存在となっている。そもそも、F-35 ライトニング2の MRO&U、国際整備拠点は、アメリカ大陸が、アメリカ本国、ヨーロッパが、イタリア、アジアが日本とオーストラリアに設置されており、それぞれが自国及び近隣国の F-35 ライトニング2の機体の重整備を担う体制だ。ヨーロッパに関しては、今後 F-35 ライトニング2の採用国が順調に増加する場合を見込んで、イギリスとオランダとノルウェーにも MRO&U 国際整備拠点の追加設置が見込まれており、ドイツやスイスなどの新たな採用国の受け皿になるのだろう。
ちなみに、韓国も F-35 ライトニング2の A 型をすでに調達済みであり、今後、その追加と航空母艦の建造に向けて、B 型の調達も計画してはいるが、最も距離的に近い日本の MRO&U 国際整備拠点への自国の同期の持ち込みには、無論反対している。日本に対して、徴用工の保障等の政治的な問題での動きを止めない韓国は、自身らが指摘するいわゆる、先般企業としての三菱重工業者へ、自国の F-35 ライトニング2の重整備を依頼することなど世論上からも、到底許容できないようだ。そのため、韓国の F-35 ライトニング2は、アジアで、もう一箇所のオーストラリアの MRO&U、国際整備拠点に持ち込むことが有力視されていたが、2022年3月の総選挙で、保守系の政党の国民の力のイム・スズエツが、政権の座についたことで変化も指摘されている。これまでの韓国における革新政党の文在寅政権と比較すれば、イム・スズエツ新政権は反日的な政治姿勢を薄め、日本との関係の改善に前向きとも言われてはいるものの、ことが自国の最新鋭の戦闘機の整備なだけに方針転換は困難だと感じられる。それでも、合理性から考えれば、韓国が自国の F-35 ライトニング2の重整備を日本に持ち込むことは、自明の選択であるため、今後は、この件に関して日本を従わせたのだと、政治的な見せ方と言い方で、国内世論を納得させようとする可能性はあるだろう。これに、日本が、どのような対応を見せるのかも、注目すべきところだと思うが、あえて、韓国がの世論が、留飲を下げるような形で了承することには、日本側には、大したメリットはないはずなので、毅然とした、政治的な対応を見せるべきだと感じる。さて、F-35 ライトニング2のブロック4の本筋に、話を戻せば、兵装として、現行では、胴体内のウェポンベイには、最大で、4発のみの搭載である、空対空ミサイルについて、これを、2発増の6発に強化可能なことが注目されている。現在の F-35 ライトニング2で推奨されているのは、現、レイセオン社が、生産を行っている、AIM-120 アムラームであり、その最新型の D 型は、速度でマッハ4、射程距離で、最大 180km ほど性能を有する中距離空対空ミサイルとなっている。この AIM-120 アムラームの D 型はアメリカで2015年に実用化された中距離空対空ミサイルではあるが、中国軍が翌2016年から実戦配備を開始した PL-15 空対空ミサイルは速度は同程度ながらこれをしのぐ 200km 以上の射程距離があるとされている。この PL-15 は、中国軍において、敵の空中給油機や早期警戒管制機等の破壊を目的にしているとされ、アメリカをはじめとする西側諸国では、これをさらに超える距離から攻撃することが可能な空対空ミサイルの装備が急務となった。結果として、ロッキード・マーチン社が、自社の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2に搭載すべく、開発を行っているのが、AIM-260 長距離空対空ミサイルであり、速度マッハ5に加え、最大射程距離は 300km に達するとの指摘もある。この AIM-260 長距離空対空ミサイルは、今年2022年中に、初期作戦能力を得ることを目標に開発が進められており、これに成功した場合には、F-35 ライトニング2の主兵装として、AIM-120 アムラームを完全に置き換えるものとなる予定である。日本も、こうした今のミサイルのトレンドを反映し、敵の射程距離外から攻撃を敢行できるスタンドオフミサイルの整備を掲げているが、
AIM-260 長距離空対空ミサイルが実用化されれば、それにかなう兵装となると思われる。また、余談だが、現行の F-35 ライトニング2に搭載されている機関部は、プラット&ホイットニー社製の F-135 だが、同社は、このエンジンの納入が、1000機を超えたことの記念行事を、2022年9月に開催しており、数としては、まだまだ少ない感じもしないではない。今後のアメリカ軍の F-35 ライトニング2の機関部は、この F-135 をバージョンアップした EEP となるのか、次世代戦闘機用のアダプティブエンジンを採用するのかも、焦点となっており、日本を含む産業国は、横目で見ている状況でもある。ちなみに、アメリカの次世代戦闘機は、ベース機の機能を業更新しながら、30年というような長期間の運用は、しない方向だと見られているが、F-35 ライトニングには、現状では、2070年前後まで使用される可能性も指摘されるなど、優に50年を超えそうだ。